Alors, le conflit, c'est toujours la présomption d'innocence qui est liée à la règle et au droit クラブチームと代表チームは伊藤純也に関しての姿勢が違うのは私は理解できますね。やっぱり代表チームっていうのは、まあ、日本国民また日本という国の価値観を体現している機関ではあるので、その推定無罪だとしても、その自分の選手がその国の価値観を守らなかった可能性がある中で、例えばそれ後日有罪になった時は、多分クラブ以上に代表で出場させることは問題になると思うんですね。だから同時に、まあ、フランスでは推定無罪っていう法律というか概念がとってもデモクラシーの根本にあるものであるから、クラブは彼を今のうちは信頼し続けることも理解できます。だから両方は正しかった。森保監督の探した、まあ、その決断は、まあ伊藤選手はかわいそうかもしれないけれども、まあ避けられなかった、まあ、必然的だったと思いますね。はい。あ、僕も監督と一緒。今のモジディのジュバタシトナビス。クラブはそのままやっぱり信頼し続けないといけないんですけど、まあちょっと代表チームは北朝鮮戦も含めて難しいかなと思います。はい。Alors évidemment, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs joueurs japonais qui. はっきり言って僕は久保建英選手が日本のサッカーを変えると思いますね。彼は現代サッカーに求められてるすべてを持っています。それはプレスがかかった時のそれをプレスを回避する技術とサッカー IQ、インテリジェンスもそうですし、自己管理、フィジカルは。まあ、小さいかもしれませんけれども瞬発力が素晴らしい。あとはポリバレントな選手で、多分どこのポジションでもある程度はできる。で、そのレアル・ソシエダードでは、チームのために自分を犠牲にする、要するに守備のブロックを作る時の、本当に努力を惜しまない選手であって、彼は、海外で若い時に過ごした、数年間で身につけたそのメンタリティですよね。まあ外国人特有のそのサッカーにおけるエゴイズムとか、あとはその判断力、まあ、高いプレッシャーの中でそこも潰されないで、他の選手より早く状況が見えてくる、その眼識が素晴らしいし、最後に言えるのは、まあ、それは聞いたことですけれども自己表現ですね。まあスポーツの枠を超えて自分を表現する、本当に日本サッカーのリーダーになるすべての資質を持っている選手だと思っています。d'apporter à la fois le collectif, mais surtout d'apporter un plus sur le plan individuel. Alors, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil. 日本と同じレベルのチームはこれから例えば2050年まで残り25年間でワールドカップを勝つことはますます現実的になると思うんですね。昔ほど強豪だけの大会とは言えないんですね。もちろん僕それを占うのは難しいんですけれども、日本が著しく進化したことと、あとはまあ育成、まあ、大体ジュニア選手のレベル、まあ、基本技術、ボールを止める蹴る、あとは組織力、組織力は結構高いレベルにはあります。まあ、日本が先進国であるゆえに、環境も良くて、その自己管理だったりそのトレーニング の, 技術とか知識も今世界基準であるし、
海外のトップクラブを経験している選手が増えている、まあ、強いて言えばあのワールドカップを、まあ、そのはっきりとしたスタッツは私は持ってないんですけれども、あの思いついて言えるのは、まあ、チャンピオン23人のうち、まあ、せめて20人ぐらいチャンピオンズリーグを経験している選手でないと、今は3、4人ですかね、あのまだまだそこの差を縮めることが大事ですけれども、あのただ決勝大会に入った、あのグループリーグを突破して決勝トーナメントに入った時には、まあ、一発勝負であるから、まあ、あのセミファイナルにね、過去にあのアフリカのチーム、今回あのこの私の時は時代には韓国もトルコも行ってるから、そこからの残り2試合はあの壁がすごく高いと言われてたんですけれども、僕は残り20年はその残り2試合はあのこういうレベルのチームが勝てるんじゃないかなと思いますね。でも2050年私は95歳だから、多分日本の監督の復活は無理ですけれども、やる気はいつでもあります。